いや、ちょっとシックスセンスに目覚めちゃったかもしれない。あら、第6巻のことです皆さん。しかも幽霊だなっていうね。あ、とうとう見た。とうとうちょっと目覚めちゃったんだけど。嬉しい？嬉しくはないね。嬉しくはないね。見たかねえもんな。見たかねえもんな。見たんだ。なんかその幽霊をちょっと公衆電話に向かって何かしら歌ってるっぽいんですけど。ああ、もうこれいつの話なの？最近の話です。おお。僕のね、家の近くにあの公園がありますあります。あの公衆電話か。そのそばに、そう、公衆電話があるんですけど、はいはいはい、そこをね、あのいつも夜通ると、うん、こう毎晩のように公衆電話ボックスの中でこのスマホにイヤホンつけて、でそのイヤホンのマイクに向かって何かを歌っている、カラオケの練習をしているようなおじさんが、いつものように毎晩のようにいたんですよ、一時期ね、うんうんうん、え、何歌ってんだろうと思って。しかもね、どれ外国人なのよ。はい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 。で、言葉も分かんない、うん、でも怖って思って。まあ怖いわな、この幽霊。怖いでしょ。何これ、普通の会話じゃなくて歌ってるような感じなのね。歌ってんの、はいはいはい、おじさんが。で、なんか怖いなって、毎晩のようにいるから、うんうん、でもね、最近なんかパタリと見なくなったんですよ。ああ、うん、その公衆電話にいなくなった。そうそう、いなくなって、あ、ちょっと成仏したかと。もう幽霊だなって思ってたんかい。もう手に召されたのかなっつって思ってたら、あの別の公衆電話に移動してたの。ああ怖いっていうか、公園の横の公衆電話からコンビニ前の公衆電話に移動してたの。公衆電話ではあるんだ。公衆電話ではあるんすよ。なんだろう、怒られたのかな。相変わらず歌ってて、しかもあのこの間台風ありましたけど、ありました、その台風の前の日の夜も歌ってたからね。ギリギリまで。コンビニの前の公衆電話にいるってこと。そうそう、今はそこはもう結構じゃ人通り多いんじゃない。そう、大通り沿いですね。なのに歌ってんだ今。歌ってます。まあ小声よ、小声っつうか、まあ小声ならいいかってならないよ。あ、そう、でも正体はいまだにわからない。そうそう、幽霊ではないと思います。幽霊じゃないですかね。うん、だって移動してんだもん。幽霊だったら自爆霊みたいな感じで、なんかそこから動けないとか。幽霊って移動しない？注意されて移動してんだよ。そいつは多分お前さんに。うん、へえ。それ以外ないの？なんかだって、そのそれこそ怖いなんて、なんか夜怖いじゃない。夜怖いね。でクレイさんは夜よく散歩するでしょ。するけど、ここはあんまいないっすね、意外と。まあ若い子がね、たまにたむろしてたりはするけど。若い子っつっても、そんな同世代。同世代、同世代、同世代、同世代。へえ。そうそうそう。じゃあもしまた別の幽霊もう一回見たら、もう確実なシックスセンスだな。その時はあの数珠を持って唱えます。うん、戦えるかわかんないけど、見れるってだけでな。じゃあそろそろ参りましょう。なになになに、え、噛んでた今。めちゃめちゃ噛んでたよ。それではそろそろ参りましょう。よし、ソルティメルティのソルティメルティがお送りするソルティメルティのことが1から10までわかるラジオ。どんどんパチパチヒューヒュー、どんどんパチパチヒューヒュー、パフ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 、持ってこい。改めまして、こんばんは、ソルティメルティのクレアシーツカです。全部ひらがなです。ひめけんたです。全部漢字です。さあ始まりました、略してソルティメルティのラジオ。略しすぎだろ。10月28日月曜日、明けて29日火曜日ということで、うん、なんと本日が最終回であります。本日も1時間よろしくお願いします。お願いしますね。まあ、最終回っていうことですけれども、うん、どうですか気持ちは。いや、全然実感ないですね。いや、かましいわ。もうなんで最後なのよ。なんで最後なのよ。なんで俺聞くな。これね、別に俺たちの人気が全然なかったとかじゃなくて、これは FM コーダさんとね、こう話した結果なんですけど。けども。まあ10月ってのは改変期でもあるしね。そうだね。まあ、あの、詳しいことはまた後でも話すんで。後半でね。うん。とりあえずは俺の話を聞いてください。お、俺の話を聞けと。5分だけでもいい。何2週連続同じ話。バカ野郎かお前。いや、まあだから怖いっていう話してたじゃないの、うん、怖いって話させていただいた。まあ俺もね、これ怖いっていうか、まあゾッとした話のうちの一つになるのかな。2連じゃん？ん？ 2 連じゃん？怖い話。いや、まあだからそっちは幽霊系でしょ、うん、幽霊系じゃないんだけど本当は。こっちはね、なんか、まあ、怖いっていうか、ほーもう、どういう感じなのか分かんないの、俺は。難しい。うん。この前、飲みに行きまして、まあ、バイトしてるね、仲間たちと飲みに行って、うん、で、まあ、OB の人たちもいて、うん、まあ、男3人、女4人ぐらいいてさ、うん、で、まあ、
今何やってんのみたいな話とかしながら、まあ、俺ももう OB みたいなもんだから、うんうん、最近バイト行けてなくてね、うんうんうん、でそんな話の流れでね、まあ、俺がラジオやってるっていうね、おうおう話になったのよ。このラジオの話、この FM 講座ソルティメルティのラジオやってるみたいな話になって、でまあ聞いてる人も何人かいたから、そうやってるんだよ、うん、キベちゃんラジオっつって、でキベちゃんにエピソードトーク披露しなんか言ったらキベちゃん使ってくれるかもよみたいな感じで、こうある一人の男がこの言ったのよ、まあ、みんな俺の知り合いだよ、うん、先輩で、うん、そしたらもうその普通さ、うん、私の話なんて見てなるでしょ、うん、え、まあ、じゃあ2つあるよと、意気揚々、もう意気揚々なのよ、うん、でどれから話す、うん、みたいな、沖縄なまり、そう、一つはしょぼいちょぼいっていうか、なんか最近あったやつで、うん、一つはすごいやつみたいな、うん、じゃあいいよ、じゃあしょぼい方からでしょ普通って思いながら、うん、じゃあちょしょぼい方から聞かせて、うん、で話し始めたの、うん、もう息をよと本当に、うん、まあ、俺もまあなんか話のネタになればなと思って、うん、聞くよね、聞いてた。でまあ端的にまとめると、あの就職したての時に、うん、あのどっかにヘルプ行かないといけないってなって、うん、でその日財布忘れてて、あら、ま、あの600円小銭と、うん、あのパスモみたいなのの中に300円しか入ってない、でも1000円ない、はい、そう、でその状態でヘルプ行って、うん、そしたらそのヘルプの店に入るために1000円を一旦預けないといけないみたいな、で帰る時にもう一回1000円もらって、なんかそういう保険みたいな感じなんだろうね、うん、ないのよ1000円、うん、ね、もうどうしようって思って、どうしたと思います、始まったクイズ大会始まった、ここで一番怖いやつ、オチじゃないの、ここで最後クイズにするパターン、ここでオチじゃないの、うわ、はい、私の手元にはもう900円ぐらいしかないです、何したでしょうか、じゃあ何々さん、え、あれじゃない、答えるんだそう答えるんだ、あれじゃない、なんかパスモを売ったとか、あー500円になるからね、ブー、一人してもこれを3週ぐらいしたの、3週もした、クレアシも答えて、クレアシさんは何だと思うじゃん俺そう、なんだろうね、なんか最終的にパンとかあの飲み物を買っちゃって600円ぐらいになっちゃったそれ600円でどうしたかっていう話600円結果600円しかないの、ね、今、この人600円と1000円札を誰かと交換したと、もう意味が分かんないどんな人だよ、なんかさ、ギザーシューが30円になるみたいな感じで、だから女の人だからさ、例えば俺らはね、だから靴磨きしたとか、あ、外国人に道を教えてあげたとか、はいはいはい、あ、チップでもらってブーみたいな、もうこれ答えてるまでやるのみたいな感じでもう いろいろ言ってたのよいっぱい、うん、もうクレスさんもう一つぐらいなんか、自販機の下を探しまくった、 それは俺が言った、あ、言ったの、あー、自販機の下ね、ブーそう、ちゃんとね、一人一人の答えになんか一応返してくれるんだよ、まあ、まあ、まだまだ足なんとかだからね、ブーみたいな、で、最終的に4週ぐらいして、長いね、で、答えを無理だよ、もう教えてくれよっつって、じゃあ正解教えるっつって、正解は、ちょうど宝くじ売り場があったわけっつって、え、うん、で、600円でスクラッチ あって200円で1枚、うんで2枚買って削ったら3000円当たったっていう話なのよ、それでバイあの仕事行けたっていう話で、いや、めっちゃすごいじゃねえかよってなっちゃったんだよ、まんま話してほしいよ、ね、そう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 、なんかこんだけクイズやったから結局答え言って、うん、あ、そんなんかいみたいな終わりから取ったら想像を超えてきた答えで、俺うわーすごいってなっちゃったんだよね、めちゃくちゃギャンブラーだね、めちゃめちゃギャンブラーな、しかも2枚買うっていう、神に愛された女だったねそいつは、すげえ、もう2000円儲けたもんね、だってそういうことなのよ、普通さ手元に600円しかなくて1000円必要で宝くじ買おうってなる、いや、ならないそれ、すげえ度胸、そう、ただ一つ残念なのが、俺が一番最初にね、パチンコ行ったんじゃないっていうボケやったのをちょっとね、俺は悔やんでる、ニアミスしちゃったと、実は惜しかったっていうね、はい、すごくないこの話、いい話もらいたいもん、いや、もうこの話単品でもらいたいな、もうクイズいらないから、クイズいらなくても
すごいいい話。でもクイズにしたからこそなんか想像を超えた感じが、まあ確かにね、一旦考えたことで逆に勉強になったと言いますか、うん、うん、これは女性しかできない話の作り方だなってクイズにしちゃうっていうね。はい、驚きました。じゃあラジオメールいきますよ。ラジオメール来いよ。ラジオネームクールビューティー前田くん。はいや。倉吉さん、池田キベイザさん。おい、池田エライザみたいに言うなお前。かっこ似ても似つかねえよ。おいこいつがよ、こっちだって願い下げだよ。こんばんは。こんばんは。私のお墓の前で泣かないでとお母さんに言われました。あ、秋川雅文かな。会いたくて会いたくて震えると弟に言われました。西野からかな。夢でもし会えたら素敵なことねとソーナンスに言われました。鈴木雅之だ。皆さんは誰かに素敵な言葉をかけられたことはありますか。なるほど。おー、なんかソーナンスフィーバーみたいな感じ。だからちょくちょくこのラジオソーナンス登場するし、ね、で大体ソーナンスって喋らないよね。うん、夢でもし会えたら素敵なことねってソーナンスが言ったらお前もう終わりだよ。ポケットモンスターは最終回、最終回でこの番組よろしく。そうそうそう、素敵な言葉ね、素敵かけられた。キベさんあるじゃん。何よ。カオル先生にカオル先生って素敵って言われただけだ。素敵って言われたって話か。素敵な言葉じゃない、素敵って言われたって話だよ。まんまね、うん、素敵って言われた話か。なんかさ、それこそ生きてく上でなんかそういうね、うん、なんかバイブルみたいになってる言葉みたいな聖書のはないの。バイブルね。キベさんは座右の銘とかあるけどね、俺は本当にないけど、うん、例えばだから親から言われたらずっと心に残ってることとか。なるほど、それはありますね。あなたやればできる子なんだからみたいな。やっぱ猫が、はいはいはい、まあ、ちっちゃい時やっぱ猫死んじゃってもう泣くわけですよね、毎日のように、ね、そりゃそうだよ、仕方ないこと。悲しいじゃない、うん、その時にやっぱずっと泣いてたら天国で安心していけないよっていうのを言われて。なるほどね。それはちょっと心残ってるね、今も。だからその行く人のことも考えて、そうそうそう、泣くのは笑顔で見送ってあげようみたいな。そういうことが聞きたかったのよ。ああ、ああって何。注文通り。何かカオル先生の素敵素敵な言葉とは違うだろ。あ、まんま素敵だっけあれ。そうそうそう、キベさん素敵。これ理科の先生ですからね。ちなみに中学校の時の理科の先生が口癖が素敵なの。何で言われたのそれ。いや、なんか多分あのね、カオル先生優しいし、うん、あんまり怒らない人だったから、うん、結構このワイワイ遊んでたんだよね、うんうん、みんなが、うんうん、で、授業ぐらいちゃんと受けようぜみたいな感じで言ったら多分、はぁ、あ、キベ君素敵、おい、いえ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 もおかしいな。俺そういうとこあったからさ、ちょっとやっぱしんちゃんみたいなとこあるね。何が。クレヨン。そうですか。しんちゃんってこういう時ないっけ。遊びそうじゃない。あ、そうか。じゃ続きまして、おう、お、ラジオネームフラメンコリアンダ。はい、倉吉さん、キベ太郎の皆さん。なんで、なんか大人数にしたからみんな。キベ太郎は一人だし、あ、俺太郎じゃないし。あ、認めたね。あぶねあぶね。こんばんは。おう、電車のクラクション音が苦手です。あー、パーンってやつね。やつ、あれって何も危なくないのにいきなりペーってなるじゃないですか。先にやっちゃってごめんね。あれ本当に嫌で、その時に僕はイケメンが触ると爆発するつり革を作ってたのですが、びっくりしすぎて線路に落としちゃいました。皆さんはあれやめてほしいと世の中に投げかけたいジャーナリズムは持ってますか。待て待て待て、人にジャーナリズム問いかける前にお前のお前生活をお前立たせ。釣り革作ってるなんてイケメンが、あとなんでイケメンが触ったらって、イケメン以外かどうかっていう判断はどうやってやるんだろ。カメラついてるんでしょ。そこが気になっちゃうんだよな。それかもこいつがいつもそばにいるっていう。なるほど。でポチッ手動。あ、そんなやつがいるからクラクション鳴らすんだよ。バカやべえ。で、なんだっけ質問は。好きなクラクション音は何ですか。違うよ。あー、やっぱポルシェかなとかないだろ。俺はフェラーリかな。知らねえ。違いますよ。ジャーナリズム精神を持ってますかって、世の中にこれやめてほしいっていうね。うん、世の中が普通にやってることなんだけど、うん、自分が嫌だなって思うことってこと。俺正直あのね、自動のあの手洗うところ嫌だね。え、うん、センサーで反応して水が出てくる。最近もう ほぼそれじゃない。そうだね。俺嫌なのよ。なんで。なんかやっぱたまに本当に反応しなかったりとか、うんうんうん、
結構手前じゃないと出ないなとか水の威力弱いなとか、あのね俺のちょうどいい水が出たことないのよ今まで。やっぱ少なかったり、センスなんか出たと思ったらすぐ止まったりとか、なんか俺にとって気持ちいい時がなかったの。気持ちいい時が、そう気持ちいい時が、なんなのあれにすることで、なんなのなんだ、だからあれじゃないの、この石鹸で洗って蛇口になったらさ、これついちゃう。まあだから結局、うん、なんか意味がないってことでしょ、うん、だから何に触れずにいけるっていうね。はあ。綺麗に清潔にいけるっていう、うん、そういうことじゃない、なんだろうけど、俺はなんかちょっとやっぱ慣れてないなって思うんだよね。慣れてください。はい。そんな解決方法あるかい。そうだね。クラポンは、俺はね、もうこれ問いかけたい世間に。ああ、あるんだ。ご飯の大盛り小盛りの話、うん、はいはい、だいたい大盛り無料じゃないですか。あ、大盛り、あ、大盛りのお金取るとこだ。ありますね、プラス100円とか、うん、それがおかしいと思う。どうして？なぜなら、あの洋服って SML 全部同じ値段じゃないですか。これクレスさん言ったことあるね、これ確かに。そうだったらご飯も別に、まあ小波大値段一緒でいいんじゃないのって思うの。まあ洋服とはまた違うけどね。違います。うん、まあだって糸か麦かの違い。でも理論一緒じゃない。でもだからそういう風に言うと、大盛りも無料の場所もあるじゃんっていうのはあるよね。そこはなのに、なんでお前は取るんだっていう。そうそう、ちょっと思っちゃうよね。うん、無料があるがゆえに。うん、だからって食わないじゃんクレスあんまり。いや、まあ、そうですね。うん、じゃ続きまして、ラジオネームボールボーイ田中。はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、こんばんは。やはり3人に言ってくれたってことこれ。そうでしょうね。うん、僕は半年間も勇気を出すことを禁止しています。なになに。僕は半年間も勇気を出すことを禁止しています。あ、聞いてもよくわからなかった。運動できないというコンプレックスを一気に解消するために勇気をため込んで、あ、オリンピックの時に出せるように今から勇気の無駄遣いを減らしています。はあ。なので僕はまだフェンシングの代表に呼ばれていませんが、試合が始まる前にいきなり会場に行って、俺を出さないとこの会場にいる人を全員三平と同じ顔にするぞ、お前らコンプレックスだらけの肉体になってしまうな、はっ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 は、ひどいね、と脅しに行きたいと思っています。ひどいよ。ところで質問なんですが、ところでじゃねえ、何かコンプレックスありますか。そこに繋がるの。 PS、 このメールは欅坂46平手友梨奈さんのラジオに送ろうとしたんですが、警察の方に止められちゃいました。当たり前だ。ナイス警察の方。いやー、ということで、何かコンプレックスはありますかということですけれどもね。クレスさんなさそうだな、自分大好きだもんな、だってな。本当に、よ、無理やりでもいいから言ってごらん、自分のコンプレックス。なんだよ、なんだろう、YouTube だ。普通見た目の話でしょ。あ、見た目コンプレックスって、もう優柔不断出ちゃった。ここでね、うん、発揮してますけども、もうないならないでいいのよ別に。ちくげ、ちくげ、あ、ちくげなんて全員あんだぞお前。いやでも2本だけ長いのよ。異様に長いだったらわかるよ。それそれ、異様に長い、異様に長い、何メートルよこれ。7メーター半。嘘つけ。じゃあチラッと見えてるはずだぞ俺毎日。で渦巻いてますから。収まってんだね。ベーゴマみたいになってるか、ベーゴマ。ああ、それコンプレックスだよ、チャームポイントだよそれ。うん、もっともっと出してた方がいい。もっともっと出していきますか。じゃあ、うん、俺はちょっとした出っ歯かな。あ、そう。あ、そうか。ちょっと板尾がね、そこじゃないだろみたいなちょっと笑いいただいたんですけど、ちょっと腹立ちますよね。なんか主観だからね。じゃあ俺も、いや、まあもちろん例えば、まあ一重とか、ね、鼻がそんなに高くないとか、うん、唇とか言い始めたらそれあるけど、でもね、考え方を変えてたら全部俺は個性だなと。お、うん、これ今を生きる人たちに伝えたい。ただ出っ歯に関してはね、個性とはまた違うからね。うん、骨格ですか。歯並びもだね。歯並び直したいと。うん、直したくはない。あ、まんまでいく、うん、まんまでいくってなんか。まんまでいく。お前それでいくの。え、そんなあれじゃないですけど、お前それでいくよみたいな感じ、ちょっとやだね。これも可愛さの一つかなって俺は思ってるんで。チャームポイントですね。チャームポイントです。あと俺も竹毛は長いですから。何メートル。8メートル半。負けた。負けたじゃね。続いてラジオネーム iPhone から送信。おう、クさん、
木さんこんにちは。あの倉吉さん木部さんこんにちは。いやこんばんはだ。まず深夜の番組なんだから。二人の女を落とす決め台詞もしくは仕草もしくはモテテク教えてちょんだらって来てますけどもね。一応ちょっと沖縄っぽいね。ちょんだらってことは、おすすめのモテテク仕草、決め台詞。まあ、その俺たちにモテテクを聞くってこいつはなんだけど間違ってるよ。送るラジオ間違ってるよ。送るラジオ間違ってる。キンキキッズさんとかに送るんだよ、うん、もしくは高田純次さんに。高田純次さんなんかモテそうじゃない。まあまあ、まあ、モテてく女は頬を立てれば一発なんだよとか言いそうじゃない。言いそう、うん、クレスさんはでもなんかじゃあある心がけてることを女性を前にして。そうね、じゃああれじゃない、夜デートじゃなくて昼デートに誘うって。ゴジリ夢中じゃねえか。おバラすなよお前。男性と女性に昼デート夜デートどっちがいいですかっていうアンケートを取って、男性は圧倒的に夜デートが多かったけど女性は昼デートが多かったの。全部バラすなよお前。昼の方がいいんだね。やっぱ下心がないっていう感じを出すっていう。そう、下心を出さないのはやっぱ大事で、出さずになんか真摯な感じがするから、プラス自然なソフトタッチ。自然なソフトタッチ。自然なモテタッチです。お前間違えました。タッチのあのソフトハードは別にどうでもいい。自然なボディタッチ。ボディタッチ。そう。あとね、なんか自然に可愛いっていう単語を使えた方がいいって、うん、この前言われたの。あ、バイト先のこの女の子に、なんか木部さんに足りないのはそこですって。例えばなんか洋服だとかでも。洋服とか髪の毛とか、いつもとあの違う髪型にしてたら、あ今日右分けなんだ可愛いじゃん。これをね、なんか今日右分けなんだ。じゃあダメなの。もっと恐怖でしょ。もっとナチュラルに可愛いくらいの感じで、うん、さらっと言える。さらっと言うことだよね。大事なのって。そう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 。これがモテテクです。私のようになれます。あい、ちょっと不安ですけど、ね、そうだと。じゃラジオネーム店員消すぎ。はい。鼻くそだと思ったらミンティアが出てきた。皆さんこんばんは。ああ、通りでなんか甘いのか。おい。もしもし、こちらコールセンターです。あ、そうなの。木部さんのご相談をお聞きします。はいはいはい。何、アレクサに小便をかけたら故障者だと。当たり前でしょ。許せんな、許せないな。俺は怒ってます。木部、正直に謝れ。そこで正しい謝罪会見をしてください。お願いします。謝罪会見の内容は俺がアレクサに小便をかけたっていうこと。そうです。バカ野郎だね。クシ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 。本日は皆様この私のためにお集まりいただき誠に恐縮です。フラッシュの点滅にご注意ください。まあ、端的に申しますと僕がションベンをかけてアレクサを壊してしまったということですけど、僕のションベンのね、色が白かったんで大丈夫かなと。黄色だったら普段こんなことしないんですけども、白かったんで、大丈夫かなと思って。おい、巻きのポーズやめろ。当たり前だろ、謝罪会見なんだから。俺が悪いよそんなもん。アレクサ売りつけたやつらが悪いんじゃないのか。あのもう正面かけたらお前壊れるって。お前そのもう今の時代お前水かけて壊れるやつ防水であるバカ野郎この野郎。はい、どうです、CM 挟んでコーナー参ります。この野郎って感じです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で心からの医療を、アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。あなたの広告、町中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。
英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。私が思う第1位、よいしょ、最終回スペシャル。おい、ポツンと言うな、そういうのを。ポツンと一軒や。はい、皆さんが勝手に想像したあらゆるランキングの第1位を紹介するコーナーです。ぜひとも。ラジオネームペリカン人間、うん、ねえこの問題教えてと言ってきて、うん、教えている最中にこっちの顔ばかり見てくるので、俺の説明聞く気あると言うと、と笑いながらまたじっと見てできそうな女性芸能人ランキング第1位。ちょっとごめんなさいね。お前が笑ったらもうダメだろうが。いい、うん、ね、この問題教えてと言ってきて、教えてる最中にこっちの顔ばっかり見てくるので、俺説明聞く気あると言うと、と笑いながらまたじっと見つめてきそうな女性芸能人ランキング第1位、うん、長野めいちゃん。あ、長野めいはやっぱすごいね。一番名前出てるんじゃない。いや、この第1位で、うん、でも長野めい、なんて言うか言いそうだけどね、うん、俺それよりもこの男の俺の話聞く気あるっていう言い方腹立つな。なんでよ。なんでそんなちょっと、僕イケメンだよそいつ多分。なんかそれぐらいも感じちゃった向こうもね。いや、何見てるんだろう。沖縄ならな。可愛いと思います。ありがとうございます。ラジオネームキベコ太郎。お、向こうから来ちゃったや。未来から来てますね。おい、何せわしみたいな感じで。そうそうそう、伸びたの。今日ケンタッキーにしないと言ってほしい芸能人ランキング第一。飯豊まりえ。お、飯豊まりえなの。かっこ高畑充希は第3位。なんで第3位。普通そっちでしょ。これ1位のはずだけどね、言ってんだから実際。綾瀬はるかとかね。あ、じゃあ第2位綾瀬はるかにしますか。別に俺らが決めることじゃない。でも飯豊まりえからケンタッキーの相談されたら俺嬉しいね。あ、嬉しい。あのドラムチキンあげちゃう。あ、あの一番食べやすいやつ、ね、そう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 。俺はクリスピーあげちゃう。あ、あの骨がないやつね。あとコールスローもあげちゃう。もういいよ。じゃあ第2位は綾瀬はるかさんと、うんうん、そういうことですね。コーラ持ってきてくれるしね。もういいよ。何でお前ケンタッキーこんな話広げるけど、お前癒着あんのかお前。そんなわけないじゃん。あるやつの言い方だよそれ。続いてラジオネーム岡田はじめ。おいよ。キャラクターは知ってるのにストーリーも性格も全然知らない。だけど歯医者にいることが多い謎のでかいキャラクターランキング第1位。バーバパパ。ああ、全然言えてない。バーバパパね。言えないから。はいはい、確かに。バーバパパ、まあ、パパなんだろうなっていうのは分かるけど。あのピンク色のそうそうそう、なんてひょうたん型のね。確かに歯医者でよく、歯医者っていうか、ね、そういう小児科系にはよく見るよね。小児科か。あ、俺でも絵本読んでたんだけどな。そうそう、ちっちゃい頃パパの、うん、パパっていう言い方すんの。どういう話なの。あのバーバパパっていうぐらいだからファミリーがいるのよ。もうそりゃそうだろうな。バーバさんとかバーバドーターとかバーバママとかいるんだろうけど、バーバグランマとか、バーバグランマだから。パパは結構ちょっと天然みたいな感じじゃない多分。多分俺今全部想像で話してる。覚えてはいないのよ、うん、なんかムーミンとちょっとこっちわかるわ、うん、丸っこいっていう感じがね。続きましてラジオネーム iPhone から送信。はい。アンパンマンの世界の中、空腹で空腹でどうしてもお腹が空いている時に、うん、これどうぞと言われても食べたくないやつランキング第1位。いる？チーズ。チーズはわかります、わかります。違うじゃない。これどうぞつってチーズ渡されるってお前こう恐ろしいぞお前。あれは犬だからね、言っとくけど。まあ、だからチーズ渡されるんだけどそっちイメージしてみたいなこともあるのかもね。うん、あ、普通のチーズを渡されてもチーズってあのチーズとは違うチーズですかって
誰が渡してくるんだよ、誰が渡してくるかで、ジャムおじさんだったら 100% だよ。ジャムおじさんだったら 100% あのチーズに 100% 続いて気をつけてほしいですね。ラジオネーム朝からプラネタリウム、夜からにしなさい。カラオケで星野源の恋を歌いながら恋ダンスを踊っている最中に言われたくない一言ランキング第1位、頼む。失礼します、こちらウーロンハイです。あー嫌だね。一番盛り上がってるところで入ってくるから、ね、今だけは来るなよ。こっそら踊ってんだからノリノリでね。いやでもそれはしょうがない、注文した方が悪い。それは自業自得だと。でももうなんか気にしなくなったよね。店員がいくら入ってこようが俺は本気で歌うようになった。昔は本当恥ずかしくて、あ、夢の中ぐらいになってたけど、もう今気にしないよね。もうフルで歌う。そう。なんなら店員さんも一緒にみたいな。それはそれで迷惑そうだ。嫌だよね絶対。続いて。でも、うん。なんか言いたいことあるなら。なんでもないぜ。ラジオネーム仙道。大学の講義みたいに生産性のないものじゃなくて、もっと世の中とコネクトして、そこからインプットするのが価値があると思うんだよね。と。ほざいてるやつのファッションランキング第1位、無地のシャツに短パン、うわもうジョブズです。ジョブズだよ本当に。これ7枚持ってますみたいな、毎日これ引き回してますみたいな。いやだね、ぶってるやつ、ぶってるわ。うん、ボーダーとボーダーも着てるから、結構ボーダーも着るから、ボーダーいるかい。ストライプはない、ストライプはない、こいつらボーダーだよ。続いてラジオネーム iPhone から送信。僕、俺、拙者が思う、それよくあるけどな、ブリブリのブリッコちゃんの空気の読めない行動ランキング第1位。空気読めないブリッコね。好きなこと話している時に、え、なになに、二人だけで話してるなんてひどい、私も混ぜてよと必ず邪魔してくる。やだなぁ、こいつ空気読めないっていうか分かっててやってるだろ、絶対わざと。あー、悪いよ本当に。だからって別にこの男のことが好きなわけでもないね、ブリブリのブリッコは。ただ見出したいだけ、ただ見出したいだけなんだよ。いやー俺逆にさ、これは嬉しいっていうのはこう、俺とまあちょっと気になるぐらいじゃないけど、女の子と喋ってる時に誰かがお前ら何な仲良く付き合ってんのか、これ言われたらちょっとさ嬉しくない、意識しちゃう。で向こうも多分意識するじゃない、これ言われることみたいな。そっから始まる恋。ただ俺の残念なところは、付き合ってねえしっていうギャグの方に行っちゃうんだよね。そういう時どう返したらいいのじゃん。うん、多分、でもそんなこと言ったらお前こいつに失礼だろとか。ああ。そしたら女の子の方も別にいいんだけどな。そういう子かな。ほう。ラスト、ラストではない、ラストではないです。あとやめてくれ、これ2個あります。おい、このそのコーナー最後なんだぞ。ごめんなさいごめんなさい、次がラストです。ラストじゃないです。これ反省会行きですね。あ、ないのか。ラジオネーム何だってできるぞ今週は。ラジオネーム天行けすぎ。渋谷駅前でお尻をバケツに突っ込まれてしまう、あれ。そのまま抜けなくなってしまって、周りに助けを求める木部健太に対して、一部始終を偶然見ていた吉岡里帆がおやってしまいがちな行動ランキング第1位。里帆ちゃんなら大丈夫、見なかったことにする。なんでだよ。しおりに続きよ、2週連続しおりに続き。里帆までもしおりは見て見ぬふりをするだったけど、うん、吉岡里帆は見なかったことにする。事実を書き消すわけだよ。こっちの方がきついかもね。きついよ、絶対いい子なんだって。そう、あと俺渋谷で何が来たんだ。先週から言ってるけど俺渋谷でどうしたのよ。渋谷駅前でね。うん。本当のラスト。もういいよ言わなくて。ラジオネームクールビューティー前田くん、おめでとう。ラストだね。いらないから、そういう、あ、いらない、ラストだねみたいなやついらないからさ。いらない、さっとやってくれる。ラジオネームクールビューティー前田くん、はいはいはい。ネタではなく普通に、なんでだろうランキング第1位、うん、僕らが生まれた意味だってこれさ。あのこれ最後にしたやつ誰だ。これ最後にしたやつ誰だ。いやまあいいんだけど、あのね、順番のせいだろうね。うん、
ジマスちょっと順番のせいだと思うわ。なんでだろう、僕たちが生まれた意味ね。確かに第1位かもしれないね。これを探すために俺たちは生きてるんだからということです。で私がもう第1位以上です。はい、宛先。宛先はどうする、言う？あ、まあでも、うん、一応言っとくわ。このメールアドレスにはね、何送ってきてもいいんで。そう、もうこうなってきたらまたラジオやってくださいとかでもいいんでね。生きてますから。宛先はすべて小文字でキベクラットマーク gmail.com、 キベクラットマーク gmail.com。 第1位送りたかったら懸命に送ってね。第1位って書いてから待ってるよ。じゃあ続いて、目指せソルメルマスター。やってまいりました。いやー、ソルメルマスターですよ。うん、皆さん新コーナーですからね、これも3回目ですから。それを最後に持ってくるっていうこの勇気。頑張っていきましょう。はい、このコーナーではですね、しっかりね、ちゃんとあるお題のネタメールをリスナーから募集して紹介します。はい、しかしその中に相方が考えたネタメールが混ざっているので、ほうほう、どれが相方の考えたネタメールなのかを当てていただきます。うん、クイズは4択です。相方なら、中学時代からの友達なら、プロのお笑い芸人なら、簡単に見抜けるはず。プロなら3連発が腹立つ。リスナーの皆さんはお題を1つ、そしてそのお題の答えを3つ書いてお送りくださいと。で、前回はですね、キベが先行でしたね。僕が先行でしたね。でしたので、今回私倉吉が先行となります。なるほど。はい、時間の許す限りやってまいりますよ。はい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 。まあ、すなわちこの、まあいいか、まあ言っとこう。なんかまとめようかとしちゃって、この話の中で。気負わないで、気負わないで、うん、いらないよな、うん、俺のまとめなんてな。いきますよ、じゃあ第1問早速かい。ラジオネーム店員けすぎ。お題、未来へタイムスリップしたはいいけど早く帰りたい、その理由とは。未来へタイムスリップしたはいいけど早く帰りたい、その理由とは。1、あと10分でラグビー日本戦が始まっちゃう、まあ、今を大事にする、今を大事にするやつだね。2、上白石萌歌がエグザイル系の人と結婚していた、別にだからって帰るわけにはならないだろう。3、芦田愛菜、鈴木福、本田望結が三角関係でゴタゴタしている、いやもうめちゃめちゃ楽しいけどね。4、人間が一人もおらずチンパンジーの下で働かなくちゃいけなくなった、猿の惑星じゃない。以上の4つ。なるほどね、これ、あ、俺クレスさんっぽいって思ったの一つもなかったわ。あら、初の。この中に私が考えたものが1個。なるほどね、未来、はい、あ、未来に行ったんだけども、うん、すぐ帰りたい理由だよな。そうそうそう、まあ、ラグビーワールドカップが始まるからっていうのは、うん、これクレヨスさん考えそうだな。ちょっとなんかタイムリーな感じを入れてくる感じ、うん、はいはいはい、はい、これクレヨスさんちょっとね、なんか多分ラグビー見ながら考えたんですよね。ちょっと楽しようとしたみたいなところはあるのかもしれないよね。で、まあ2個目と3個目がちょっと似てたんだよ、はい、似てたっていうか、上白石萌歌ちゃんとエグザイル系が結婚しちゃった、うん、これエグザイル系が結婚しちゃったから何っていう話なんだよ。別にいいじゃないって思うんだけど、うん、まあ嫌な人は嫌なんだろうね。嫌だろうね、うん、でもクレイスさんはね、このエグザイル系に対して何も思ってないのよ。いやいやいや、あ、でも思うことあるんですか。いやいや、思うこともないですね。いや、すり好きってことでしょ、うん、だ、別にモカちゃんと結婚したからどうって思うでしょ。まあまあ、まあどうだろうね、うん、で、まあ次のやつは単純に面白いじゃない。面白い。福くん、マナちゃん、ミュウ ちゃんが三角関係でもな、この3人を選ぶかっていうところある。クレヨシさんが、うん、で4番目がチンパンジーの猿の惑星じゃねえかよ。そうそうそう、これもあるね、うん、俺1か4かだと思うわ。うん、1か4の2択まで絞りましたよ。 50-50 わかりました。はい、お願いいたします。お答えください、どうぞ。クレヨシさんが考えたのは、うん、1番のラグビーが始まるから。よっしゃー、お見事ですね。楽しそうだった。でもそのラ絶対楽してんだよ。そうでしょ。そうね、あと俺でも注目してほしいのは、これ未来にポイント置いてるんじゃなくて現代にポイント置いてるってとこを俺評価してほしいね。あー、だから今が何か起きてるから戻りたいってこと、ね、そうそうそう、未来に何かあってっていうんじゃなくて、別にそれがどうってわけじゃない。あ、そういいねってならないから。あ、そう、せっかく未来行ってんだから未来のボケだって考えられるわけだしさ。まあそうだよ。確かに。逆にってでもそう、そっちのセンスもまあ、あの、そういえばそこは見てなかったわ全然。とんでもない。なんでとんでもないって。じゃあ続きまして、
じゃあ今度は高校第2問、私です。頑張るぞ。何ですか？え？じゃあいきますよ、第2問、ラジオネームフラメンコリアンダー。出た。お題はこちら。この子売れる気満々だな、うん、子役が取ったありえない行動とは、はいはい、この子売れる気満々だな、子役が取ったありえない行動とはですね。なんだなんだ。1、寺田心くんのわざとらしい感じを完璧に再現している。うわー、よくできるな。あれを。2、ヒルナンデスの生放送中に大号泣して VTR に行かせない。迷惑じゃないそれもはや。3、和田アキ子と泉ピン子に対しては、うん、毎回土下座で挨拶している。深々だな。4、コネクション、あ、プロデューサーと思わず本音が出ちゃう。うわ、ちゃんと隠してそこ。以上です。うわ、なるほど、なるほど。なるほど、新しい言葉ですねそれは。はい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 。以上の4択でございます。まあちょっとね、一番俺が好きなのはアッコさんとピンコさん。はいはいはい、はい、うん、こう深々と。でね、俺キベさんからもヒルナンデスって言葉が出てくることがないと思うんですよね、普段から接してて。木下さん、寺田心くんはよく出すんで、ちょっとこれありそうだなっていう。あとこういうコネクション、あ、プロデューサーみたいな、こういうボケはね、木下さんとね、前ネタ作った時にこういうのをね入れてきてたんですよ。だからちょっと悩む、まあ、1か、あ、違う違う、4か34か3の2択ですね。はい、4か3か、泉ピン子さん、アッコさんか、どっちが面白い。俺が好きならやっぱアッコさん、ピンコさん、うん、面白いのは。じゃあもう相方、じゃあもうそこは信じよう。3番で。おい、これはいた方が誘導したよ、これは。まんまとはめられました。いや、まあしょうがないよな。じゃあどれ正解。正解は4番。なんだと思う。そうです。いや、俺はね、下手に出る子役じゃなくて、うん、この調子乗ってる子役の方で考えてるのよ。あー、調子乗り ね、そういうことですよ。下手に媚び売るんじゃなくて。そう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 。はあ、4番か。悔しい。残念ですね。俺が今1ポイント取ってますよ。1ポイントか、うん、うん、じゃあ続いて第2問、参りますよ。第3問ね、俺が2問、ね、あ、第3問ね、うん、ラジオネーム岡田はじめ。はい。お題、私が思う第一。ああ、私が思う第一。これをクレヨスさんがやったんだね。そうですよ。すごいじゃん。1、ネーミングが情けなすぎる賞ランキング第一、うん、頑張ったでしょう。ああ、まあ確かにね、すごいいいんだけどね。あれも。2、こいつなんか信用できないなと思う女性の発言ランキング第一、うん、私男の人をかっこいいと思ったことないんですよ。あ、信用できねえな。そいつ、そいつに限ってイケメンと付き合うんだよな。3、池田エライザに耳元でささやかれたい言葉ランキング第1。あれ、愛してる。あれ、4、おかしいな。泥だらけの服を着た僕が家に泊めてほしいと頼み込んだ時にアンミカさんが言いそうな言葉ランキング第1。あれ、えで。以上の4択でございます。4番大好きだな俺。これ、うん、まあ引っ掛けだな。エライザを選ぶと思わせといてなんで、うんうんうん、クレスさんはエライザに言ってほしい言葉が愛してるよなんて単純な言葉があるわけが。もっとね、なんか妄想を引き立てるような言葉を言わそうとするはずです、うん、クレスさん。シンプルイズベストよ。だから3番はないと。だから俺的には4番のアンミカさんか、うん、1番と2番がなんだっけ。1番がネーミングが情けなすぎる賞ランキング第1、頑張ったでしょ。これも多分違うな。2、こいつ何か信用できないなと思う女性の発言ランキング第1、私男の人はかっこいいと思ってないんですよ。これも違うな。1か4だな。じゃあほう、1か4の2択は絞りました。アンミカ、クラスアンミカさん好きなんだな。でも泥だらけの僕をっていう、こう条件付きにするのかっていうのもあるしな。はぁ、あ、はぁ、あ、まあでも俺も信じてみるわ。お、面白い方。そう、面白い方。うん、クレスさんが選んだのは、はい、書いたのは、考えたのは。クレスさんが考えたのは4番のアミカさんです。残念。じゃあ何番だろう。何番だと思いますか。
うん、だから1番違います。違う。え、じゃあ2番正解。あ、2番でした。2番か。あの女が、そう、村上男子路線。そう、ちょっとそこら辺っぽいなと思ったから違うから、それでやりました。あ、そう、見事に騙されました。ちなみにクレさんだったら池田エライザになんて言ってほしい。耳元にもっと終わり終わり終わり、クレさん終わりです、終わりです。危ねー、危ねー。え、もうアウトだけどね。アウトかな。まだ大丈夫じゃない。オッケーオッケー。じゃあ次第4問ですね。やったやったってなんだ。ラジオネームクールビューティー前田くん。クールビューティー前田くん、お題はこちら。いつもここからの悲しい時のネタを考えてみた。あ、いいね、悲しい時。いつもここからの悲しい時のネタを考えてみた。1、悲しい時、悲しい時、40代の男が一人カラオケで息切れしながらももクロを歌っていた時。悲しい時だ。2、悲しい時、悲しい時、ガソリンスタンドの店員の指示に従ってバックしたらそいつを引いてしまった時。普通に面白いこれ。3番、悲しい時、悲しい時、友達が腹筋運動のことを上体起こしと言っていた時。これ正式名称ね。4番、悲しい時、悲しい時、アレクサに人生相談をしている人を見た時。もう AI 相手っていう。以上でございます。なるほど、これもご本人たちにやっていただきたいぐらいのぐらいのクオリティありますよ。これ4つともね。本当に、あ、これね難しいわ。あ、そう、なんかキベっぽさが特にどれにも感じられなかった、ね、あ、そう、うん、なるほどね。でもキベさんからね、俺ももクロって単語出てこないと思う。やっぱキベさんは乃木坂ちゃん派だから。何ですかそれは。乃木坂半、乃木坂半派じゃん。乃木坂にはたまに行くけど、確かに六本木のね近く。ああ、違う違う、ね、ね、ね、アイドルグループのアイドル。ああ、なんかいるね、確か46、はい、46、はいはいはい、ね、うん、そっち派でしょ、木村さんは。そっち派ってかって何が。これインテレビが分かんない。アイドルで言ったら、インテレビが分かんない。アイドルで好きなの言ったら、うんうんうん、ね、乃木坂ちゃんとか KR とか。ああ、そうなんだ、そうなんだね、乃木坂。え、そうなんだね。あ、え、うん、え、じゃあ乃木坂ちゃんの番組は見てますよ。乃木坂工事中、日曜の深夜にやってますね。え、今度の曲のセンターは、え、遠藤さくらちゃんです。え、新しいキャプテンは、え、秋元真夏です。いや、ファンじゃねえか。 あれ、ファンなのよ。おかしいの、ファンではないのよ。もういいのよ。で、状態起こし、まあ、こういうのも出なそう、うん。じゃあ信じると、木部さんをね、面白いの。信じると、信じると、うん、これがやっぱ率直に面白かった。ガソリンスタンド、はいはいはい、引いちゃうっていう。一番面白くない、はいはい、一番面白くないのは、まあ、アレクサかな。なるほどなるほど、うん、そんな、まあまあまあって感じ。よしよし、じゃあもう言っちゃうよ。ということで、木部さんの答えは2番のガソリンスタンドで店員さん引いた。あ、残念ですね。そんなバカな、なんだと思うじゃん。3番、正解ですね。状態起こしです。テクニック使ってきたね、テクニック。俺がテクニック使えない男みたいに言うなよ。あ、マジか。はいはいはい、今回俺もう全然あれだったわ。うん、もう全部ダメでした。そっか、でも難しいもんなこれな。じゃあ一応 CM 挟んで、うん、あの今回は漫才がないので、はい、あのちょっとお知らせみたいな感じで、お知らせいたしますよ。しますんで、最後の最後の言葉、耳をかっぽじってよく聞くより CM どうぞ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは、小さな命を守るために早産ゼロを目指します。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョン、デジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、 クレド株式会社まで。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。さあ、皆様、本日お知らせございます。何ね、お願いお願い。5月から始まりましたこの略してソルティメルティのラジオ、はい、今夜が最終回です。お知ってるよ先週の最後から今日の頭とかコーナーでチラッと言ってただろうが。あ、言ってた。うん、まあそういうことですよね。ソルティメルティのラジオが悲しいことにね最終回を迎えてしまうわけなんですけれども。悲しい時だね、まあ、それこそ、うんうん、いや、半年ですか。約結構やってたね意外とね。うんうん、どうした。いや、成長したんじゃないですか。なるほど、お二人とも。うん、そうだといいね。そうだといいね。うんうんうん、だってさね、ちゃんとしたラジオっていうの初めてじゃない。確かにね、うん、本当に、うんうん、メール読んで尺とかも気にして、気にしてメールって嬉しいね、やっぱね。来てくれると嬉しいよ、うん、せっかく掴んだこの俺たちのファンって言うんですかをやっぱ話したくないから、うん、今いろいろ考えてることがあるんだよね。もちろん。クレスさんから発表どうぞ。キュウエさんから発表どうぞ。実はおい何今のパス連打ポーランド戦の日本かお前。おまあ、YouTube を、始めようと思ってるんですよ。そこでもしかしたらこのラジオもラジオもやるかもしれないし、で俺たちがもう本当に普通に動画として登場してとうとう企画をやるっていうのも考えてるんで、うん、週5とかでね近いうちに、発表できればということで。だから俺たち公式のツイッターやってるからそこをチェックしていただければ。そう、チェックの前にまずフォローしていただいて。そうだね、うん、無フォローチェックじゃなくて、うん、要フォローチェックで。そう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 。でもし YouTube 見つけたらチャンネル登録とかして拡散していただいて、拡散していただいてっていうことだよね。そうだね。うん、まあ、半年続いてきたこのソルティメルティのラジオですけども、うん、FM 小沢さん、FM ギノワンさんで、いや、もっと感謝しかないですよね。そうだね、こんな俺たちにこんな枠をねくれて夜中12時っていうね、夜中12時、月曜と土曜、うん、いい時間帯だな。いい時間帯ですよ、よく考えたら深夜ラジオですよ俺たちが。まさにね、うん、目指してたところで、この今ね YouTube でもあれあるじゃない、 FM 小沢第1回から。そう、これは消えることはないんだよね。これ未来英語の、未来英語のなんかそう言われるとちょっと怖い気持ちをするけどね。 あんな話やこんな話が、最後まで残るわけですよ。キレイさんの失言の数々もいつでも聞き返せるという倉吉さんの気持ち悪い発言の数々ね俺の失言はこれはもう本当に何度も言ってるけどアドレナリンのせいだからね。いやー、アドレナリン全部、うん、もう本当広瀬すずも池田エライザも大好きだから本当は。ただ YouTuber だけはねそう、今から YouTube に参戦しようとしてる俺が言っていいのかわからないけど YouTuber と一緒にしないでくれよ。キベラーメン肉的にはさ、寿司ラーメン肉だろうそれはどうですか、どういう企画やりたいとかあります。あー、これ YouTube とかね。 YouTube で、まあなんかこうそれこそバラエティみたいなね、うん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 、ことはやりたいよな。せっかくこうザ・バラエティ、ジ・バラエティと言いますかザでいいんですけどね、うん、こうせっかく動画なんだから、うん、こうあとなんかゲストとか呼んだりとかしてみたいな。あー、ゲスト、うん、例えば、まあ、寿司ラーメンリクさんとか。うわー、とうとう共演しちゃうのとうとうって別に、ね、向こうはなんとも思ってない。いや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 喧嘩しちゃうかもしれないお互い金、うん、とかあのカップルの番用チャンネル。どうでもいいっす、どうでもいいっす、敵向きだし俺はもうヒカキンさんとさえあの共演できたらいいかな。なるほどね、うん、俺は夏菜さん。夏菜お前夏菜を YouTuber として見るのはやってるけど YouTube お前は結局そこだな、恥ずかしいよ俺がお前はとか言いながら、とか言いながらね。ということでね、まあ、短い期間だったですか、長かったですか、うん、でもまだ俺たちは終わりじゃないんで、そう、これからも続いていきますから、ぜひとも、応援の方よろしくお願いいたします。ということで半年間ありがとうございました。ありがとうね。じゃあ最後にクレスさんから一言、また来年も
元気に過ごしましょう。だってあと2ヶ月ぐらいどうすんだよ。言えないからだって大晦日。まあまあそっかそっか。良いお年を。